山下臨行線プロムナードは、神奈川県横浜市中区の新港地区と山下公園とを結ぶ遊歩道であり、過去の国鉄山下臨行線跡を流用して建造されたものである。公安環境整備施設として整備されている。また、2002年に設定された散策コース、開港の道の中間地点にあたる。なお、本港ではかつて存在した貨物支線である。 山下臨港線についても記述するが、貨物支線としての詳細は、高島線の港を参照のこと。横浜税関付近から大三橋入り口を経て、山下公園生端を結ぶ500メートルほどの遊歩道であり、桜木町駅から港の見える丘公園を経路とする開港の道の一部と位置づけられている。遊歩道の大半が、 線路の高架橋部分を流用して造営されているため、大半の部分が高架であり、第三橋と山下公園の付近においては設置された階段や、スロープから遊歩道に出入りすることになる。昭和30年代、山下公園の東側に山下不島が造成されることから、すでに新興不島の横浜港駅まで敷かれていた国鉄高島線の線路を山下不島まで伸ばして、 貨物駅を設置し貨物輸送を行う計画が持ち上がった。しかし、線路が山下公園内の敷地内を通過することから、景観を理由に地元で反対の声が起こったため、公園の道路側に景観への配慮を重視した構造の効果を建設することになり、1961年から工事が着手され1965年に完成した。位置づけとしては、 国鉄東海道本線の貨物支線であったが、名称については、山下臨港線の他にも、山下不当線、臨港貨物線、公共臨港線などの様々な通称が付けられた。なお、横浜港駅からの線路の所有は、横浜市で、山下不当駅の業務運営は、神奈川臨海鉄道が行っていた。開通後に、本木不当及び大国不当が造成され、 山下不動の重要度が低下していき、またモータリゼーションにより鉄道輸送から自動車輸送へシフトしたことから、貨物列車の運行頻度が低下していったため、山下臨行線は1986年に廃止となった。廃止後も、山下不動駅にあった極例の爆積見込み施設が、本木不動駅に移転するまでの間、輸送が続けられていた。 1989年の横浜博覧会の開催に合わせて会場近辺から山下公園までの線路を旅客輸送に再活用するために追って廃止された桜木町側の線路とともにそのまま残されることとなった。そして博覧会開催時にはこれらの線路を利用して桜木町駅近辺に設置された日本岸駅から氷川丸付近に設置された山下公園駅まで起動車を 往復運行していた。この列車については、当時の鉄道ファンなどから向上的運行を希望する声もあったが、営業収支がかんばしくなかったことから運行は、博覧会の会期中に留められた。またこの時運行された2編成4両の機動車は、博覧会終了後に、岩手県の三陸鉄道へ譲渡されて36から300系、400型となり、 それぞれ2006年、2004年まで運行された後、ミャンマーへ売却された。その後しばらくの間、山下臨港線部分の線路と高架足は放置されていたが、地元から山下公園内の景観復活を求める声が強くなったため、公園敷地内の高架については撤去する工事が開始され2000年までに撤去を完了した。一方、1997年に、 桜木町から進行までの廃線跡が遊歩道の汽車道として整備されていたことから山下公園より西側に残されていた山下林公線跡の効果については汽車道同様に遊歩道とされることになり新興地区の新興橋梁から山下公園手前の効果までを整備の後2002年に山下林公線プロムナードとして一般開放された今後の方針として 2009年に開園した像のビッパーク図上部分については、周辺の整備とともに一部撤去となる可能性がある。なお、2007年現在も、山下不頭の道路上には山下臨行線の線路跡が残存している。ありがとうございます。